はい、皆さんこんにちは、ぜひこです。それでは本日なんですけども、もうペイペイした動画で使い方を解説ということで、本日僕がちょっとカレー屋さんでペイペイを使う機会があったので、まだ実際ゴールデンウィーク始まってまだペイペイ使ったことないなっていう人がいたら、まあ、もしぜひ僕の動画を参考にして試してみていただければなと思います。ということで本日は実写の動画からまずどうぞ。はい、ということで今回僕が頼んだのは、ナンのカレープラスご飯がついてて、サラダついて、ラッシーがついて、これでもうめちゃめちゃお腹いっぱいです。で、お会計なんですけども、今回は QR コードを読み取る形で、まず読み取って、そこであとはお店で指定された金額を入れて、それで決済をして、で金額を見せて、あとはもうペイペイってなったらこれで完了ということですね。めっちゃ簡単ということで、本日はまあ1700円ということで、2人でカレー屋さんに行った時に、まあ、この1700円を支払って、それのまあ340円がペイペイボーナスで戻ってくるということですね。まあ、なので実質払った金額は1360円支払ったことになっております。で、ちなみに、まあ、あるこのミスターマックスっていうスーパーがあるんですけども、そこでお買い物した時は、まあ、967円分のお買い物して、見事になんとですね、967円分当たったっていう、まあ、これもかなりの、まあ、10回の1回に確率で当たるということなんですが、まあかなり短い期間で当たるっていうことも場合によってはあるので、まあこのまだ始まったばっかりのゴールデンウィークですね。もうこれを機にキャッシュレスにチャレンジするのもいいのではないでしょうか。はい、ということで今回はかなり短めの動画でしたけども、まあ使うイメージが少しでも湧いていただければなと思ったので、この動画を作りました。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter のフォローなどをしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。